始めます。株式会社ワコヤの清水豊美です。お手元の資料をご覧になりながら本日はお楽しみください。本日私がご用意した豆はエチオピアイルガチェフェゲデオゾーンイリドウォッシュドです。在来種でご用意してございます。標高2400メートル、イルガチェフェの中でも最も高いエリアの中にあります。完熟チェリーを30時間発酵、さらに比重の重いものだけを15時間発酵、アフリカンベッドで15日間乾燥させます。昼夜の寒暖差により際立つフローラルのフレーバーが作り出されます。私は今回焙煎度違いのカッピングを行う中で フローラル、ジューシー、トロピカル、スパイシー、コンプレックスなフレーバーに感動しました。コーヒーの原産国であるコーヒーの原産国であるエチオピアの可能性と魅力を皆様にお伝えしたいと思い、本日はエチオピアのお豆を流度違い、焙煎度違いでのブレンドを行って抽出をしていきます。お手元の資料ローストプロファイルをご覧ください。焙煎のポイントは2つです。1つ目はドライングフェーズでの効果力、豆の水分があるうちにしっかりと失礼いたします、しっかりと冷やを入れることにより、また失礼いたします、失礼いたしました、豆の水分があるうちにしっかりと火を入れることによりイリドの持つフレーバーやアロマを明確にする土台を作ります。2つ目のポイントはメイラードフェーズでの時間です。ここでの時間を適切に取ることにより失礼しました、ここでの時間を適切に取ることによりイリドの持つ失礼しました表現したいフレーバーと酸の骨格の形成を行います。牛度はライトロースト、ミディアムロースト、流度違いの複雑なブレンドをすることにより
奥行きのある コンプレックスなコーヒーに仕上がります。まずはブレンドコーヒーから抽出を行っていきます。あ、失礼いたします。シグニチャードリンクの方から抽出を行っていきます。シグニチャードリンクはライトローストを 4g、 ミディアムローストを 8g の計 12g です。お手元の資料をご覧ください。第1攪拌は強く10秒、失礼しました、7秒。浸し時間は甘い香りに変化してくる45秒を目安に行います。第二攪拌は素早く5回行うことで、コーヒーの中に溜まったガスをしっかりと抜き、アロマをコーヒーの中に溶け込ませていきます。抽出したシグニチャードリンクは急冷していきますので、20度前後で提供させていただきます。次にブレンドコーヒーの抽出を行っていきます。ブレンドコーヒーはライトローストを 8g、 ミディアムローストを 4g の計 12g です。攪拌は7秒、浸し時間は45秒です。ネルフィルターを使用することによりラウンドマウスフィールに仕上げていきます。後入れ法を行うことでまろやかな味に仕上げていきます。出来上がったブレンドコーヒーは甘さとフレーバーをより感じていただけます。70度台に冷まして提供させていただきます。
アロマにはフローラル、バニラ、フレーバーはウォームタイで、爽やかなシトラス、ライム、ウォームタイからコールドタイにかけてフレーバーが白桃やアプリコット、スパイシー、トロピカル、コンプレックスなフレーバーへと変化していきます。甘さはブラウンシュガー、冷めてくるにつれスイートレモンの甘さに変化していきます。お待たせしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。まずはアロマからお楽しみください。アシディティはブライトなスイートレモン、ラウンドマウスピールでミディアムボディ、あと口にはジューシーなグレープフルーツティーを感じていただけます。それではシグニチャードリンクの準備に入っていきます。先ほど急冷しておきましたコーヒーに窒素ガスを充填していきます。ジューシーで爽やかだったエディドウォッシュドがまるでクリーミーなバニラのような口当たりに変わっていきます。ガスとしっかりと混ぜ合わせることでよりクリーミーでまろやかな口当たりに仕上がります。失礼いたします。お待たせいたしました。こちらに蜂蜜 8g、 カカオパルプ 16g を混ぜ合わせたものを入れていきます。蜂蜜とカカオパルプの質感でボディをしっかりと引き出していきます。こちらにナイトロコーヒーを注いでいきます。最後に金木犀の花で抽出したお茶をワンプッシュ。クリーミーなマウスフィールをお楽しみください。お楽しみください。はい、失礼いたします。まずは一口どうぞ。お楽しみいただいた後には小さなグラスにスポイトで果汁を、すだちの果汁を 1g ご用意してございます。ジューシーなレッドアップルのフレーバーからすだちの果汁をすべて入れてもらうことで爽やかなグリーンアップルへとフレーバーが変化します。すべてスポイトでグラスに入れてお楽しみください。終わります。第一競技者の競技が終了いたしました。審査員の皆様はカリブレーションに入っていただきます。さて、清水サイフォニストお疲れ様でございました。ではお疲れ様でした。前の方へ、はい、お進みいただけますでしょうか。それではインタビューをお願いいたします。はい、それでは、清水サイフォニスト、はい、競技を終えて感想どうですか。すごく緊張しました。ちょっと途中で豆をひっくり返してしまってちょっとセリフが飛んでしまったんですけれど、ちょっともっと本当は
今回こうイリドだけの焙煎度違いのブレンドをさせていただくということで、そちらの方をさせていただいたんですけれども、本当にイリドが大好きで、このコーヒーの良さとかエチオピアのコーヒーの可能性っていうのをすごい伝えたかったんですけれど、いやいや、ちょっとなかなか伝わったと思います。このやっぱり、そのエチオピアイルガチャフェだと思うんですけれども、コーヒーはやっぱりエチオピアがやっぱ好きだから、そうですね、もう特にそのイリドのウォッシュ度がすごく大好きで、はい、やっぱほで、はい、でこれのやっぱり焙煎度とかやっぱりブレンド比率は結構試行錯誤されたと思うんですけれども、そうですね、もうかなりもう本当にギリギリのギリギリまで、はい、本当に焙煎の方もちょっとヘッドロースターの方と相談して、どのように焼き加減をするか、エイジングはどのぐらい取るかっていうのもすごく、それに合わせた引き具合だとか、ブレンドっていうのを本当にギリギリまで行っていました。まあ、標高ね2400メートルってね、なかなかあのエチオピアの中でも本当にすごい高いところだと思うんですけれども、すごいいい豆だな、すごい飲みたいなと思ったけど残念ながら飲めないんですけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。シグネチャードリンクの方のはどういう形で考えられました？はい、そうですね、こうナイトロコーヒーっていうような形で窒素ガスを充填してるんですけれど、普通のこうコーヒーにガスを注入してるだけなんですが、ちょっと炭酸とは違って本当にクリーミーで、コーヒーだけですごく甘さが引き立つというか、イリドの持つそのバニラのようなフレーバーだったり甘さだったりっていうのと、その窒素ガスが合うかなと思って、そこも取り入れてみたいなと思って今回挑戦しました。はいはいはい、多分ね、そう、あのやっぱりナイトロね入れるとすごい、あの小さな泡が口当たりがまろやかになるっていうところがね、あって、あのすごく多分美味しく仕上がってるんだとは思います。はい、では、はいはいはい、あとはあのゆっくりと皆さんの競技を見ていただいて、結果を楽しみにしてください、はい、ありがとうございます。改めまして清水サイフォニストでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。